アーメド・ブエラ・エルワフィはアルジェリア出身の陸上競技選手。アルジェリアがフランスの植民地だった時代に生まれ育ったため、フランスの代表として1924年、パリオリンピックと1928年、アムステルダムオリンピックのマラソンに出場、アムステルダム大会で金メダルを獲得した。エルワフィはフランス領アルジェリアのウレド・ジェラルで生まれ、フランス軍の連隊に入隊した。 彼の上官の一人が、その卓越した陸上競技の才能に気づき、フランス軍の競技大会への派遣を決めた。エルワフィはそこで好成績を残し、1924年のパリオリンピックのマラソン代表選考会に出場した。エルワフィは、マラソンの代表となり、初参加のオリンピックマラソンで第7位となった。この結果に、エルワフィは次のアムステルダムオリンピックに向けて、 さらにトレーニングに励み、2大会連続で、フランスのマラソン代表となる。アムステルダムオリンピックでは、日本の山田金松に4 0トル過ぎまで先行を許したが、山田が膝の痛みに見舞われて、ペースダウンしたところを追い抜き、後続のランナーを振り切って2位のマヌエルプラサに26秒差をつけ、優勝した。テレビやラジオといったメディアが未発達だった当時、 ゴールのスタジアムの観客に、レースの経過は中継所での順位を掲示板に表示する、形でしか伝えられず、エルワフィがスタジアムに帰ってきた時には、日本の山田と津田誠一郎が1.2位として掲示されていた。このため、観客は黒い髪の毛で小柄なエルワフィを、日本選手と誤認し、ジャパン、ジャパンという大歓声が上がるという一幕もあった。しかし、フランスでは、 植民地出身であるエルワフィ個人について触れる報道は避けられる傾向にあり、むしろアメリカで関心を集めることになった。アメリカの実業家が招待する形で工業試合に出場し報酬を受け取った。だがこれによりアマチュア資格を剥奪され、スポーツ界から離れることを余儀なくされた。その後、エルワフィはパリでカフェを開いた。しかし、 彼は長らく世間から忘れられた存在となる。1956年メルボルンオリンピックで同じアルジェリア出身のアラン・ミムンが優勝したことから、報道記者が28年前のもう一人のアルジェリア人マラソン金メダリストとしてエルワフィを探し出した時には貧困の中にあった。1959年、アルジェリア解放運動への協力を拒否したことから、 そのメンバーによって殺害された61歳の誕生日の3日後のことである。ありがとうございます。